初めて見た形状なんですけども、気になるところがたくさんありますね。、はい、見た目的にかなり重そうな見た目なんですけれども、フルカーボン製なので見た目に反して意外と軽くなってます。なるほど。この形の落ちた一番の動物、速いこのイメージの。フレンチャンネルへようこそ。自転車大好き声優の岡田正隆です。関西出身ローディのゆかりです。 KBS 天使の加藤です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、こちら神奈川県は藤沢にあります KBS さんに来ております。はい、そしてご覧ください、この目の前にあります、どうですかこの見た目。いや、初めて見た形状なんですけども、気になるところがたくさんありますね。はい、今日はこのですね、はい、サンティロチクリって言います、ものすごい個性派バイクをですね、 KBS 店主の加藤さんに紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。早速なんですけど、加藤さん、どういう自転車なんですか、この見た目すごいですけど。うん、そうですね、見た目がまずすごくインパクトがあるフレームなんですけれども、うん、結構その理にかなってるというか、デザインにちゃんとその性能に落とし込んでるところが随所に散りばめられてるので。なるほど。はい、見た目に反する乗り味というか、これ結構高評価をいただいてます。気になりますね。気になりますね。要チェックですよ。さあ、そういうことでね、サンティロチクリなんですけども、どの辺が性能的にすごいところなんですか。まずじゃあ前の方からいきたいと思うんですけれども、はいはい、特徴的なフロントフォーク、うん、リブっていう、まあその角をつけることによってその強度を作り出してます。はい、なるほど。で、意外とこの見た目的にかなり重そうな見た目なんですけれども、うんうん、フルカーボン製なので見た目に反して意外と軽くなってます。なるほど。振動吸収性もある程度いいので、乗っていただくとこんなにすんなり進んでくれるんだっていうので、はい、実際乗っていただくとしなやかというか、まあ、高級車のような。高級車っていうか、もう高級車ですけど。ここはなんで穴開いてるんですか。ここはですね、はい、強度を保たせるために連結部分を増やしていたりとか。なるほどなるほど。あとはちょっと その関係でいうと、ここ実は分かれてるんですけど、ここで繋がってるんですね。本当ですね。はい、うわー、すげー、なんか風通し良さそう。そうなんです。で、ここに連結部分をつけることによって、はい、ちゃんとその剛性とか、そういったところを調整してます。うんうん、これシートステイですね。ここのところもかなり湾曲した形になってますよね。こちらもやはりその乗り心地っていうところで湾曲をさせて振動を吸収している部分でもあるので、やっぱそういったところが相まってかなり見た目に反した乗り味になってます。うんうん、他には何かすごいとこありますか。まあ、このダウンチューブって結構剛性を出す部分でもあるんですけれども、これ実は六角形になってまして、そうなんですか。四角じゃないんですよ。角を増やすことによって剛性を増しているという。デザインだけじゃないんですね。はい、ちゃんと考えられたデザインになってます。これフレームで販売されてるってことですか。はい、基本フレーム販売のみとなってまして、バラカンって言われることで、組み立てていただくこともできます。なるほどですね。これね、ついてるパーツ、細かいところ、いろんなところにサンティロチクリっていうブランドのロゴが入ってるんですけど、まあ、例えばこのヘッドパーツ周り、こういうところもやっぱり細かくね、オリジナルのそのパーツを使ってるんだなってことで、サドルなんかもそうですね。サドルはすごいのが、サドルかっこいいですよね。セライタリアとダブルネームで、あ、本当だ本当だ、超大手と超有名メーカー、はい、コラボしてます。これ色もやっぱりオリジナルなんですかね。オリジナルで、デザイナーのサーティロさんがやはり色にこだわる方なので、オレンジ以外にも白でしたり、ワインレッドでしたり、いろいろな色がラインナップされてます。こんなとこにもちゃんとロゴが入ってるんです ね。はい、サーティロチクリって入ってますね。これちょっと取り方が特殊で、基本スルアクスルってこういうレバーがついてたりですとか、六角のヘックスの穴がついてたりするんですけど、確かにないですね。両方ないんですよ。じゃあこれどうするかというと、いきますね、これ引っ張ります。お出た、ウニョンと出てきて、ここの溝にこの出てきた棒が引っかかります。これを使ってぐる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 、おーすげー、初めて見た。わ、これ見た目めっちゃスマートじゃないですか。スマート。これ女性的に男性が締めた時ってめちゃくちゃ硬くてできないんですよ。なるほど。だから私的にはそれはすごくありがたい。梱包はどういう互換になるんですか。ディスクだとか何とかっていうのは基本的には前後するアクスルのディスクブレーキのフレームのみになってますので、コンポーネントのメーカーによっては今全メーカー対応はしてますので、はい、はい、ディスクブレーキであればバラカンできますよっていうことですね。そうですね、はい。
さあ加藤さんにね、いろいろスペックについて教えてもらったんですけど、うん、やっぱりね、やっぱこの自転車の一番気になるところはこのデザインだと思うんですよね。そうですよね。なんでこのデザインにしたかっていう。そこでですね、今日はこのロードバイクをデザインしたサンティロ・フランチェスコさんにいらっしゃっていただいております。どうぞお願いします。はい、いやー、はじめまして、フランチェスコ・サンティロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ズバリこれなんでこういう見た目にしたんですか？自転車本当に やりたい自分のブランドの、でもいろいろブランドほとんどみんな同じ形ある、だからちょっとオリジナルのテーマのメインキャラクターラインのこの形、そうそう、みんなの自転車なんか三角ね、うんうん、ほとんどフォークなんか別にみたい。あ、なるほど。このエリアのほとんどの黒っぽい、はいはいはい、だからみんなの目の このライン一番の見える。あ、なるほど。そんな感じイメージ。そうそうそう。このサンティロさんね、もともとカーデザイナーをやられた方なんですけれども、はいはい、まあ、その時のそのノウハウっていうのがもう詰まったデザインになってるんですね。そうそう。そしたら、まあ、この形のチーター、一番の動物、速い、このイメージの。あー。で、これチーターをデザインの元にされてる。はい。だからここの足みたいな、この。はいはいはい。まあ、尻尾ちっちゃいけど、でも。かわいい。そうそう。まあ、長いちょっとやばい。カラーにこだわって作ってらっしゃるんですよね。はい。だいたい9カラーできる。あと特別なオリジナルカラーできる。オーダーできる。そう、あります。このタイプアプローチ、同じ夢のブランドスーパーカール、うんうん、やりたい。あ、なるほど。このカラーリングがサンティロなんだぞっていうのをね、はい、やりたいですね。シートチューブの全部カーボンの、あとこれは黒じゃなくてこれ全部カーボンファイバーあります。カーボン見えてるのかっこいいですよね。そうですよね。最近めっちゃ好きです。実際今デザインもそうですけどスペックも聞いてみてやっぱ乗ってみたいと思うんですよ、うん、この後軽く試乗させていただこうかと思いますので。じゃあ耐荷重も OK な感じですか？耐荷重は大丈夫だと思いますよろしければご覧ください。 VTR どうぞ。さあ、ということで走ってきましたけど、いやー、どうでした、ゆかりさん。見た目の、奇抜さとは相反してすごく走りやすかったです。そうですよね。ごつい感じの見た目だからカチカチ系なのかなと思ったらそんなことなくて、うん、はい、説明してもらったその振動吸収だったりとかしなやかな感じっていうのすっごい感じました。乗った方がいいよ、みんな本当に乗った方がいいよ。実際乗った方がいいよってことなんですけど、どこで乗れたり変えたりするもんなんですか？試乗車に関しては鎌倉の湘南深沢のモノレールの駅の近くにあるサンティロさんが経営されているザ・ガレージというお店で常時展示と試乗を行っております。あ、はい、常時、あ、じゃあ予約しなくてもその場で行って。そうですね。土日とかはもしかしたら混雑してしまうので試乗どうしてもしたいっていう方は1本お電話入れていただいた方がよろしいかなと思います。うん、販売に関してはもちろんそのザ・ガレージさんでご購入いただくこともできますし、まあ、当店でもご購入いただくことができますのでご検討のほどよろしくお願いします。ね、これちょっと見ちゃって欲しくなっちゃった方もねいらっしゃると思うんですけど、うん、ぶっちゃけこれフレームセットでおいくらぐらいなんですか？まあ高級車ということでもあり、はい、モノトーンカラーとこちらがツートーンカラーになった、はい、モノトーンカラーに関しては税別45万円税込み49万5千円ですね。いいお値段だ。いいお願いします。はい、でツートーンカラーに関しては税別50万円の税込み55万円となっております。やっぱデザインがねやっぱいいですからね、うんうん、走ったら納得だよその金額は。そうですね、うん、欲しくなっちゃいますもん。そういわゆるハイエンドフレームと同じ走行性能ですから個性あふれるバイク欲しいって方はマジ要チェックですよ。うん、超おすすめです。さあこの動画を見てサンティロチクリ気になったよって思った方はグッドボタン、 TBS さん遊びに行きたいなって思った方もグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。サンティロチクリすごいよマジで本当に。チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね